高山市。今や年間40万を超える外国人観光客が訪れる世界に名の知れた町となりました。そんな高山市に創業54年の老舗中華料理店があります。平安楽。高山の町屋の雰囲気を味わえる店内には至る所に外国語が。なんとお客のおよそ6割が外国人観光客だといいます。I looked on the internet and it was very well the comments were very good. Check the internet. This is very famous one. 実は平安楽は去年世界最大の旅行口コミサイトで外国人に人気の国内レストラン1位に輝いたのです。平安楽は15年前に父親から店を継いだ古田博さん、そして妻の直子さんが2人で切り盛りしています。一体何が外国人客を引きつけているのでしょうか。ありがとうございます。 You're a vegetarian? Yeah. Ah, okay. How about the egg? That's good. はい、ありがとうございます。So you're a vegetarian? Vegan. Oh, vegan. Yeah, I'm vegan. And no. onion, no garlic. Oh, oh yes, only, yes. Okay, only, okay. Okay, okay. Okay. Yeah, yeah. So, I'm vegan. It's okay. So no egg, no milk, yep. No honey. No honey, no cheese. Mm. Yep. Okay. Yep. Hi. Hi. Thank you. ありがとうございます。細かい好みに応え、注文のおよそ5割をオーダーメイドで提供。ありがとうございます。味噌ラーメン。外国人客には多い肉や魚を食べないベジタリアンのためのメニューも豊富に揃えています。例えば味噌ラーメンは通常味噌に鶏ガラスープを合わせますが、代わりに昆布だしを入れ肉を抜いて提供します。私たちはその、まあ、普段肉を食べているので肉の味がないと寂しいとか物足りないって思うんですけれど、でもベジタリアンさんは肉が入ってないのに慣れてみるので、あえてその味を求めない。だから昆布だしのあっさり系でも大丈夫。ただしやっぱ美味しいものは召し上がっていただきたいのでね、まあ、日々いろいろなことは、まあ、試行錯誤しながらはやってるんですけれども、わざわざ高山まで来てくださった、で数ある店の中で私も選んでくださった、まあねっていうなればやっぱ頑張らなきゃいけませんよね。 That's brilliant. It's very delicious. Excellent. Excellent. Dumpling.And the noodle. Yeah, very good. そして直子さんがフランス人観光客に持ってきたのが世界地図。 You was born there too? はい。 Nantes is a quite big city or small? It's like Kanazawa. Kanazawa. 出身地に丸をつけてもらい、その町のことを話の種にして会話を弾ませるのです。And ship. Yeah. うん、最初はただ単に、あ、地図があるからちょっと書いてもらおうかぐらいのつもりで始めたんですけど、こっちが思う以上にその自分の国のことをいろいろ語ってくださるもんですから、あ、そうか、聞けば喜んでいただけるんだなっていうことが分かって、でまたそれもこちらが楽しいんですよね、お話を伺うのが。ずっとここにいて仕事してるんですけど、気分が世界旅行、毎日世界旅行してるお客様がその自分の国へ連れてってくださる。 So she's very nice. So I liked it. 5年ほど前から今のような店作りを始めた平安楽。そこにはどんな成功への分岐点があったのでしょうか。ターニングポイント。海外からいらした女性の方が入ってみえて、で私ベジタリアンなんだけど、ここ中華料理屋ですよねって、野菜炒め肉なしでできませんかっていう問いがあって、あ、肉入れないだけでいいならあできますよみたいな。それでその方がそのネット上に書き込みをされて、でそれから特にこういうベジタリアンさん増えたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、夫も私もそうなんですけど、やっぱりそういうなんかやってみたい興味がある
ですよね、そういったことにね。いや、今までやったことないことに対してそういう興味があるので、あ、じゃあやってみようかって、まあ、本当単純な理由で深くは考えてなかったんですけどね。お客さんがこうどうですか、こういうことをしてもらえませんかとか、こういうの食べたいんだけどっていう課題をくださる、それをまあやってみる、こなしていく、まあ、先生が宿題出す、子どもがその宿題やっていくみたいな、そんな感じじゃないかなと思うんですけどね。直子さんが私たちにあるものを見せてくれました。お客様からいただいた絵手紙、お手紙、絵も描いてくださったり、これはタイの方が、小さいお嬢さんが描いてくださったんですけれど、コップンカーってありがとうって書いてあるんじゃないかと思うんですけれど、そんな喜んでくださって、もっと頑張ろう、もっと頑張ろうっていう風、モチベーションっていうんですか、そういったことが上がっていく、やる気が出る。こうした外国人客一人一人の感謝の思いが、平安楽の原動力になっているのです。今までの考えだと、多分日本に来たんやで、お魚のお出汁のお味噌汁とかお料理を味わってほしいとか、高山来たんやでみんながビーフ食べてくださればいいなとかっていう風だったと思うんですね。でも今多様化が進んでて、でその多様化をどうやって進めていくか、できるだけ簡単な方法で、難しくない、無理をせず、だから来た方に対してのストレスフリーもだけれど、受け入れる側のストレスフリーも考えていければなと。だからそういうことがみんなが、ね、ちょっとでも広がればいいなとは思うんですけどね。中小の飲食店は厳しい環境にさらされており、味が良かったとしても苦境に立たされてしまいます。大手資本によるチェーン店やショッピングモールのフードコートなどの影響を受けているのです。ご覧いただいた古田さんは、外国人観光客が増えたことをチャンスと捉え、積極的な対話ときめ細やかな対応によって日本一の人気店を育て上げました。環境の変化に柔軟に適応し、ちょっとした準備や心配りから心温まる接客応対に努め、人が人を呼ぶ選ばれる店舗を築き上げたことが、成功への分岐点になったと言えるでしょう。